アルグルフ・フォン・バイエルンは、ドイツバイエルン王国の王族、軍人。最後のバイエルン王ルートヴィヒ3世の末裔にあたる。全名は、フランツ・ヨーゼフ・アルグルフ・アーダルベルト・マリア。バイエルンの摂政宮を務めるルイトポルト王子と、その妻で、トスカーナ大公レオポルド2世の娘である、アウグステ・フェルディナンデの間の第4子、三男として生まれた。時系のレオポルトと同様に、バイエルン軍に仕官し、最終的には上級大将、陸軍元帥となった。長年にわたって、バイエルン教皇騎兵連隊の連隊長を務めた。ミュンヘンのトルコ通りにあったバイエルン軍の兵舎、通称トルコ兵舎は、アルヌルフにちなんだ、プリンツ・アルヌルフ兵舎の公式名を掲げていた。また、ミュンヘンのザルツ通りも1890年にアルヌルフ通りと名を変えている。1882年4月12日に、ウィーンにおいて、リヒテンシュタイン公、アロイス2世の娘テレーゼと結婚し、間に、一人息子のハインリヒを設けた。1907年に旅行先のイタリアで死去、遺骸はバイエルン王家ゆかりのテアティナー教会に葬られた。ウィキメディアコモンズにはアーノルフ・フォン・バイエルンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。